トヨタ・カルディナ、カルディナ、コルディナは、トヨタ自動車が製造、販売していた、ステーションワゴンである。カルディナは1989年に登場した、スバル・レガシーの大ヒットに刺激され、商用版ではないステーションワゴンとして1992年11月に、登場。10代目、T190 型コロナをベースに、常用モデルのエンジンは 4SFE 型、1800。 CC125PS と 3SFE 型 2000cc140PS4WD 仕様は 135PS のハイメカツインカム 2C 型 2000cc ディーゼルエンジン 73PS 後期型は 2CT 型 2000cc ディーゼルターボエンジン 88PS を搭載する商用モデルであるカルディナバーにもディーゼルエンジンがラインアップされている ガソリンエンジンは 5EFE 型、1500cc94PS。バンの最大積載量は 500kg、ただし 4WD は 400kg。なお、積載性能とコストを考慮し足回り、リアは、ワゴンのストラトからリーフに、そして、ホイールハブは5ケツから4ケツに変更されている、PCD-100 は同じ。スカイキャノピー装着車は、 全高 1555mm と当時のステーションワゴンとしてはかな高い部類だが実体はただ膨らんだだけのサンルーフのような装備のため室内項は通常仕様と変わるところはないまたスカイキャノピーには当時流行していたルーフレールも設定さず社外品のスキーキャリアだとうまく取り付けできない場合もある1995年2月 TZ-G グレード追加 3SG 型スポーツツインカムエンジン 2000cc175PS、AT 仕様は 165PS が搭載された。なお、このグレードは 4WD のみの設定であった。1996年1月、後期型へマイナーチェンジ。インパネが11代目コロナプレミオ、T210 型と同一のものに 1800cc の エンジンは 4SFE 型から 7AFE 型 115PS リーンバーンエンジンに変更された。また、前期型に設定されていたグラスルーフ仕様のスカイキャノピーに代わって大型サンルーフを装備したエアリアル、エアリアルが定めされている。エアリアル専用装備としてマルチリフレクター式の前後レンズが備わった。これは後に特別使用者にも採用された。ヨーロッパでは カリーナイ、e、の名前で発売された。なお、カルディナ版は2代目にモデルチェンジ後も2002年7月1日まで、初代モデル T190V 型を継続販売していた。1999年8月のマイナーチェンジで、ディーゼルは 3CE 型 2200cc、ディーゼルエンジンに換装、さらに4 w d にガソリンエンジン、3SFE 型 2000cc が追加された。 AT のみ、同じくとヨペット10いであった最大積載量 400kg のマーク2番の大太陽を見込んでいたとされるが、マーク2番は FR の剣道性を求める顧客やマイカート商用車を兼ねる個人商店や観光庁需要が根強く、1997年のモデル廃止まで併売され、本社に統合された。これらの販売上の後継として、初代、 ビッツのプラットフォームを用いたサクシードとして独立することになるが、最大積載量は、プラットフォームの関係で 450kg、14年のビッグマイナーチェンジまで。4WD は 400kg しか確保できず、カルディナ版の 500kg よりダウンしている。現在 500kg 積のライト版は存在しない。 発売当時の日本ではかつてない RV ブームとなっていたためか、バックドアにスペアタイヤを背負った特装車、フィールドハンターが存在する、全長が長くなるため3ナンバー登録とな。もともとは、スプリンターカリーブに設定されていたが、後にカルディナにも設定されたものである。バンは、ローライダー系カスタムを好む層に一時期人気があった。1997年9月登場。 エンジンは、ディーゼルエンジンが 2200cc ディーゼルターボ 3C 手型 94PS に変更され、スポーツグレードとして GT3SGE 型 190PSGTT がラインアップされた。GT に搭載されている 3SGE 型エンジンには、可変バルブタイミング機構の VVTI が新たに採用され、旧型、 AT g を比でプラス 25PS のパワーアップ実現。GTT にはハンドルの表裏面に付けられたボタンによりマニュアル操作が可能な AT、スポーツスターマチック、ステアシフトとも名乗っていた仕様と MT 仕様が設定されていた。GTT は当時このクラスでカリスマ的人気を誇っていたレガシーツーリングワゴン GTBA の対抗策として企画され、 セリカ GT4 に搭載されている 3S GTE 型 2000cc 260PS ターボエンジンを搭載した。GTT のみワイドフェンダーのため3ナンバーとなる。3SFE 型ハイメカツインカムは T190G 型のパワースペックをほぼ踏襲し GE グレードとしてラインナップ。特別使用者としては GTT のエクステリアを用いた2.0 g ツイスターが設定された。GTT 以外のグレードの 4WD システムは、この台から、センターデフ方式から、v フレックス方式に変更となった。2000年1月、マイナーチェンジ。変更点は前後バンパーの大型化及び衣装変更。これにより全長は 55mm 延長されている。また、ツーリングバージョンのフロントバンパープロテクターも形状が。 変更されたヘッドライト、ラジエーターグリル、テールライトの衣装変更。装備に関しては g t 系にディスチャージヘッドランプ、ロービームオートレベライザー付きが標準装備となり E グレードを除く全車にシルエットメーター、夜間照明で文字盤が発光るものが装備された。グレード展開の変更点としては 4WD のみであった GT に全輪駆動モデルが追加された。また、 T190G 型後期から T210GW 型の前期型まで設定されていた大型サルーフ仕様のエアリアルはこのマイナーチェンジに伴って廃止された。ヨーロッパではトムーク、イギリスで現地生産が行われ初代アベンシスの名前で発売された。ヨーロッパではトムーク、イギリスで現地生産が行われ初代アベンシスの名前で発売されていた。 2002年9月登場。全幅が 1740mm となり、全車3ナンバー化した。日本国内専用車となり、輸出モデルはアベンシスのワゴンモデルが後を継いだ。先代で設定のあったディーゼルエンジンは廃止され、ガソリンエンジンのみとなった。またプラットフォームには MC プラットフォームが用いられた。自然吸気エンジンはすべて一新され、1800。 CC が従来の 7AFE 型から 1WZFE 型に 2000CC は 3SFE 型、3SG e 型から 1AZFS 型 2000CC 直噴に変更された。ターボモデルはグレード名に同社のセリカ譲りの GT4、GT4 を監視、従来と同じく 3SGTE 型を搭載した。このエンジンは 改良が加えられゆう低排出ガス認定を受けた。その走行性能は素晴らしく、ニュルブルクリンクでのラップは、スープラより早い8分46秒を記録している。これを記念し、倒立式、フロントダンパー及びモノチューブ式、リアダンパー、カヤバ製、レカロシート、AM19 などを装備した N エディション N は、ニュルブルクリンクの頭文字という走りを極めたモデルも、ラインナップされた。 ミッションは、スポーツシーケンシャルシフトマジックを採用する GT4 を含め、全グレードで4速 AT のみとなった。2005年1月17日、マイナーチェンジを受け、ラジエーターグリル、フロントバンパー、ヘッドライト、フロントスポイラー、テールライトの衣装変更、内装色の一部変更といった外観上の変更のほか、ディスチャージヘッドランプのレベリング自動化、 ラゲージルームのスペース拡大、巻き取り式とのカバーの採用といった使い勝手の向きによって商品性の向上を図った。さらに、ステアリングシャフトの合成向上、インストルメントパネル周りの合成向上、リアスタビリティブレスの合成向上、サスペンションの最適化といった走行性能の向上も図られた。なお、グレード設定に関しては GT4 の N エディション及び 同連化グレードの C エディションが廃止された。また、2リッターナノ2.0ポーランドズボティ 2.0Z に搭載されている 1AZ フスエンジンがリーンバーン直噴からストイキリロン空燃比直噴仕様に変更となっている。2007年6月30日でマーク2ブリッドやクラウンエステート、ブルビスとその姉妹車のプログレなどと共に販売終了。 いずれも同年3月末までに生産終了なった。これによりカルディナは15年の歴史に幕を閉じた。そして日本国内向けのトヨタの持ち込み登録者を除く量産車ではガソリン車のターボ車は2015年4月マイナーチェンジの2台、オーリスの1.2リットルのターボモデル 120T の登場まで一時的であるが消滅した。なお、 カルディナワゴンを含むトヨタの3ナンバーモデルの国内生産ステーションワゴンはそれぞれ直の後継者がなく2011年5月にプリウスアルファーが発売されるまでの約4年間ブランクを開ける形となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。